ニューハートピア新潟瀬波は、新潟県村上市にある宿泊施設である。瀬波海岸に面した、客室数21室、宿泊店員63人のホテルであり、日本海を展望できる複数の客室を有する。大浴場である、渚の湯は、石油掘削中の1904年に噴出した、瀬波温泉を厳選とし、こちらも日本海を展望できる。 かつては社会保健庁が設置する厚生年金福祉施設であったが、2009年7月1日からは上越市に本社を置く日田観光株式会社が経営している。厚生年金瀬波塩財層と瀬波海岸周辺の約240メートル四方を写した航空写真。1975年9月11日撮影。国土交通省国土画像情報をもとに作成。 ニューハートピア・新潟セナミの前身である厚生年金セナミ主要財産は1973年6月22日に開業した厚生年金老人ホームであり有料老人ホームと宿泊施設を兼ね備えた長短併設施設であって社会保険庁が設置し財団法人厚生年金事業振興団が運営していた建物は株式会社組建築事務所が設計を 担当しており、鉄筋3階建てであった。開業当時の利用料金は、長期利用が3食付きで、月額約19,000円23,000円となっており、誰でも利用できた短期保養は1泊2食付きで約1300円となっていた。ちなみに2010年現在の宿泊料金は、セナミコースの場合が1泊2食付きで8800円からとなっている。 2010年現在の建物は1998年に竣工したものであり、鉄筋コンクリート作りの3階建てで、延べ床面積は8562.89平方メートルとなっている。東京都千代田区に本社を置く、株式会社石本建築事務所が設計を行い、建設工事は一般競争入札で行われ、 1> 第1期の建築工事は体制建設が2億7500万円で落札し、また第2期の観光時は西原衛生工業所が8億5300万円で落札している。施設の名称は新築後に厚生年金ハートピア新潟セナミと改められ、また2002年4月1日に厚生年金福祉施設へ愛称が一斉導入された際に愛称として、 ウェルハートピア・新潟瀬波が付された。2004年3月11日に開かれた与党年金制度改革協議会は年金改革の一環としてすべての年金福祉施設を売却または廃止すると決定した。ハートピア・新潟瀬波も年金健康保険福祉施設整理機構を通して売却されることになり2008年11月28日に 実施された一般競争入札において上越市のヒダテック株式会社が2億3118万円で落札した。売却に伴い新興団による営業は2009年6月30日をもって終了した。2009年7月1日からはヒダ観光株式会社が経営するホテルとなり名称はニューハートピア新潟セナビに変更された。なおヒダ観光は 本社所在地及び代表者が、ヒダテックと同一の会社である。ありがとうございます。